秒速で1億円稼ぐ女、節約オタクいうこと。ちょっとね、面白すぎる。何ですか、これ。危険な言葉3選がこちらですね。必ず儲かる、上場確実、元本保証で高配当、特別に紹介、未公開。こんにちは、ふいこです。YouTube の視聴者さんから Twitter、今は X ですけど、リプライをいただきました。これってふいこさんの LINE 公式でしょうか？なんだか怪しい気がして、とのことです。ご報告ありがとうございます。送られてきたサイトがこちらなんですよね。私はこんなサイトを作った覚えはありません。これ私じゃないんですよね。画像は無断で利用されているものです。で、おそらくこちらは投資詐欺なんですよね。ということで、今回はこちらのサイトを詳細に見て論破していくということになるんですけれども、この動画を最後まで見ればこのサイトのやばいところ、最新の投資詐欺手口3選と投資詐欺に合わないための対処法っていうのがわかります。さて、ここまで聞いてこんな風に思った方いらっしゃるんじゃないでしょうか。なんだ今回は投資詐欺についての動画か、自分は儲けたくて投資をやるから儲けられそうな動画を見たいんだよな、投資詐欺にはきっと自分は引っかからないし今回の動画は見るのをやめておこうという風に思った方いらっしゃると思います。気持ちはとってもわかります。でもですね、そういった姿勢が危険かなと私は思います。詐欺をする側っていうのはそういう風に感じる人の心理っていうのをついてくる、そういう手口を使ってくるんですよね。皆さんが考えていることを逆手に取ったような詐欺の手口っていうのが今メインになってきているんです。なのでそれがすごく恐ろしいところなんですよね。実際投資詐欺の被害や相談の件数はこちらのように年々増えています。こちらは警察庁が出している生活経済事犯の検挙状況等についてというページですね。気になる方は概要欄にリンクを貼っておきます。年々増加しているということなんですよね。ですので生活が破綻するような大きな損をしないために、自分の資産を守って堅実に投資をしていくためにこの動画で解説をしていきますので、この動画が皆様が資産を安全に堅実に増やす一助になれば嬉しいです。ということで今回の目次がこちらですね。最初に先ほど出したサイトのやばいところ、そして次に危険な言葉3選、次に代表的な手口ですね。最後に投資詐欺を知ることが資産形成につながるという話をしていきたいと思います。ということで先ほど出したサイトのやばいところを解説していきます。まず一番上にこのように書かれているんですね。小学3年生の時うんたらかんたらと書いてあるんですけれども、ここに書いてある彼って一体誰っていう感じなんですけど、そもそももちろん私はこんなことを言った覚えはありません。で、これ続きがこんな感じの画面になっています。気になった方は一時停止してここで読んでいただければと思うんですけれども、皆さんのためにね、私がここのページを読み上げた上で解説していくと分かりやすいかなと思って最初そうしようと思ってたんですけれども、私がこれを読んでる音声をですね、また詐欺の人が利用してなんかそういう動画を勝手に作るとか、そういうこともちょっと考えられるなと思ったので読み上げるのはやめておきます。気になった方は一時停止して見てみてください。ここに書いてあることってそんなにおかしいこと書いてないんですよね。こういう詐欺ページの巧妙なところっていうのは、最初の導入に書いてあるところっていうのはそんなにおかしなことは書いてないってことなんですよね。なので引っかかる人が出てきてしまいます。そして続きがこんな風な文章が続いているんですけれども、仮想通貨について書いてありますよね。仮想通貨大賛成って書いてあるんですけど、私これも言った覚えはないですし賛成はしてないです。私はですね、仮想通貨でちゃんと稼げた人がいるっていうのは知っていますし、もちろんこれから仮想通貨で稼げる人も存在はすると思うんですけれども、初心者さんには私は個人的には仮想通貨はおすすめしていません。ですのでこちらに書いてあることは嘘なんですよね。私が言ったことではないです。で、私が仮想通貨をおすすめしない理由っていうのがこちらで、詐欺が多いですし法整備が不十分ですし、税負担が大きくて値動きが激しいからですね。仮想通貨について勉強をしたい人が勉強するのは全然いいと思うんですけどね、仮想通貨自体が詐欺というわけではないです。そしてこれですね、秒速で1億円稼ぐ女、節約オタクいうこと、ちょっとね面白すぎる。何ですかこれ。私は秒速で1億円稼ぐらしいんですけれども、1日っていうのは 86,400 秒なので、1日で私は8兆 6,400 億円稼ぐということになります。すごいですね。私ってそんなに稼いでたんですか？知らなかったです。ちなみにマーク・ザッカーバーグ、Facebook の CEO、トップの人ですけど、そちらの方の資産は8兆 5,000 億円で、長者番付で15位なんですよね。なので私はマーク・ザッカーバーグの資産額を追い抜かしてですね、世界の長者番付で15位になれるということになります。やったー。わーい。はい、これも嘘ですね。私は残念ながら8兆円どころか1億円を稼いだことすらありません。まあこれは稼ぎたいですね。頑張りたいですということなんですけれども、つまりこちらには根も葉もない嘘が書いてあるということです。そしてですね、こちらの画面の下の方ですね、先生の LINE を追加すれば無料で参加できますって書いてあります。このページから LINE に誘導されてるわけなんですよね。先生って誰っていうね、LINE に登録しちゃった方がいるんですね。ちょっと話をしてしまったという方がいまして、そちらの方から画像をいただいた画面がこちらです。こちらの方もご報告いただきありがとうございます。ご報告いただいたことで私が気づくことができて、こちらの動画のように皆さんに注意喚起をすることができています。これアイコン、まあちっちゃくて見にくいと思うんですけど、後で拡大して出しますね。これ私の写真勝手に使ってるんですよ。で、勝手に節約オタクふいこっていう名前も使って、本当に許せねえっていうことなんですけど、実際ね、感情は別にまあ怒ってるとかはないんですけど、まあ良くないですよね、こういうのはね。うん。よろしくお願いいたします。冬子と申しますって書いちゃってますもんね。有料株を受け取りに来られたのですかとかが書いてありますけど、有料株を受け取るって表現もなんかおかしいんですよね。そうなんですよ。このサイトとか、まあ、この LINE の内容もそうなんですけど、全体的に日本語が変なんですよね、ちょっと。なので、まあ、他にもですね、まあ、似たような LINE に誘導するようなサイトとか、投資詐欺系のサイトの中で、日本語が変だったらちょっと疑ってみるっていうのも一ついい手段かもしれません。でですね、私が有料だと思う株っていうのは全て動画で公開しています。投資は金融庁から登録を受けている証券会社とか銀行経由でやるというのが必須です。それ以外の個人などを経由した投資っていうのは詐欺である可能性が高いので注意してください。投資は証券会社や銀行から行いましょう。まだ証券口座の開設をしていないという方におすすめなのが人気ナンバー1とナンバー2の SBI 証券と楽天証券です。投資初心者さんはこの SBI 証券か楽天証券どちらかを口座開設しておけばまず間違いないと言われている証券会社です。概要欄に公式サイトへのリンクを載せておきますので、詳細が気になった方はリンクから見てみてください。そしてですね、返事をするとこんな文章が送られてきたそうなんです。うんたらかんたらといろいろ書いてありますけれども、北村さんって書いてあるんですよね。私もちろん北村さんって方知らないです。知ってる人の中に北村という名字の方はですね、一人もいないですね。カメラの北村っていうお店がありますねっていう、まあそのくらいしか知らないんですけれども、まあおそらくこの北村さんっていう方が先生なのかなと思うんですけれども、どうせこの北村っていうのも偽名なんじゃないかなと思いますね。実在さえしない人物かもしれません。全国の真っ当に生きている北村さんにも失礼ですよね。こんなことをしないで真っ当に稼いだ方がいいです。で、この私の偽物の LINE のページがこちらですね。節約オタクふゆこっていう名前を勝手に使った挙句、こういうポーズをしたアイコンを勝手に使ってるわけですよ。本当に許せねえ。で、もしこちらの LINE ご存知の方はですね、この通報っていうところから通報をよろしくお願いいたします。でですね、こちらのサイト、こちらの画像のように完全無料とか無料っていう風に至るところに書いてあるんですよね。で、これを見るとなんかちょっと怪しげかもしれないけど、無料なら有料なのかも、詐欺じゃないのかもって思ってしまう方いらっしゃると思うんです。でもよく考えてください。私の画像を勝手に使った上に、私が言ってないことを私がさも言ったかのようにこのページでは表示されてるわけなんですよ。そういう時点で嘘満載なサイトなわけですから、完全無料っていうのが嘘でも全然おかしくないです。そしてさらに言うと、こんなサイトを作る人がただのいたずらでやっているはずがないわけですよね。十中八九金儲け、詐欺のためだと考えています。考えられるのは、例えばですけどこちらのようなケースですね。稼げる金融商品と銘打った詐欺商品を買わされる、プレミアムセミナーと称して受講のためにお金を払わされる、情報は無料だけど投資商品の購入に手数料が必要という形で高い手数料を支払うことになってしまうというケースですね。このように多額のお金を支払わされて、お金が戻ってこなくなって、あれなんかおかしいなって後から気づいて詐欺と気づくっていうケースですね。そしてですね、こちらのような画像もこのページの中にあるわけなんですよ。満足度 93% 以上、なんか1位1位1位といろいろ書いてありますけれども、すごく信頼度高そうなことがバーッと書いてあるわけなんですけど、でもこの画像自体が嘘である可能性が高いです。信頼するに値しません。まあ、他のサイトから持ってきた画像かもしれませんしね。ということで、このサイトは全く私は関与していません。登録は絶対にしないでください。詐欺である可能性が高いです。もしすでに見つけてしまった、登録してしまったという方は通報をよろしくお願いいたします。ではですね、次に最新の投資詐欺について解説していきます。こんな言葉に注意という形で危険な言葉3選がこちらですね。必ず儲かる、上場確実、元本保証で高配当、特別に紹介、未公開という内容ですね。順番に解説していきます。投資詐欺ではよく必ず儲かります、上場確実です、元本保証ですっていう言葉がよく使われているんです。でもこの言葉だけでは引っかからない方が多いかもしれないんですけれども、追加で実際に儲かっている人を連れてきたりとか、運用総額がプラスになっている、そういう画面を見せてきたりとかっていうことをされると信じてしまうというケースもあると思います。投資の超基本として株式とか債券、投資信託っていうのは元本保証ではありません。積立 NISA やイネコで扱っているのはほとんどがインデックス投資です。そういった真っ当な投資であるインデックス投資っていうものと詐欺とかぼったくり投資の違いっていうのがこちらですね。インデックス投資っていうのは手数料が非常に低いんですけれども、ぼったくりや詐欺は手数料が高いんですね。そしてインデックス投資は歴史がすごく長いんですけれども、ぼったくりであったりとか詐欺は歴史が短いです。インデックス投資は運用会社がまともなんですね。ぼったくりや詐欺は聞いたことがない、有名でない、そういった運用会社だったりとか、個人に預けるような形だったりします。インデックス投資は法整備がされていますが、詐欺やぼったくりは法整備がされてないです。こちらを参考にしつつ、詐欺やぼったくり投資を避けることで、資産が大きく減る可能性を避けることができます。そして次にこちらですね。元本保証で高配当っていうのもよくある投資詐欺の言葉なんですよね。ここで一つ昔からある有名な詐欺手法について紹介します。それがポンジスキームです。このポンジスキームについて知っておくだけで詐欺予防につながります。例えば有料な高配当の投資信託っていうのはこのような仕組みになってるんですよね。配当利回り 4% の高配当株ファンドを100万円買う場合ですね、投資する人が楽天証券や SBI 証券などの証券会社を通して100万円分の投資信託を購入します。そうすると運用によって元本とは別に100万円の 4% で4万円の配当金っていうのが発生します。元本の方は運用してるので株価の上下によって、90万円に落ちたりとか110万円に増えるとか、例えばそんなことがあります。そしてこの4万円の配当金が自分の証券会社の口座に振り込まれるということですね。一方でポンジスキームはこんな感じの仕組みになっています。投資する人は100万円っていうのを資金として利回り 20% ですよっていう銘打っている詐欺のポンジスキームの商品があったとします。投資する人が100万円分購入したら運用しないんですよ。運用せずに100万円のうち 20% である20万円を配当金としてそのまま横流しするんです。そうするともちろん元本は80万円に減りますよね。で、投資した人視点だと元本が80万円に減ってることとかはわからないので、ちゃんと配当金が20万円 20% もらえたなら信用できるのかなっていうことで投資金額を増やしてしまったりとか、他の人に紹介して他の人がさらに投資してしまったりするんですよ。そうやって広まっていって詐欺側ですね、たくさんのお金を手に入れるわけです。で、そのタイミングで詐欺する側はお金をもらったままいなくなっちゃいます。例えば最初に投資した人の視点だと100万円が20万円になってしまった、80万円自分の手元の資産が減ってしまったっていうことになるんですよね。これは1920年に詐欺師のチャールズ・ポンジさんが始めたそういう詐欺なので、ポンジスキームと呼ばれています。で、先ほど配当利回り 20% っていう風に言ったんですけれども、やっぱり詐欺商品っていうのはそういう風に利回りが高いんですよっていうのを銘打ったりして人々を騙しているっていうのがあるんですよね。そもそもなんですけど、投資の神様と呼ばれているウォーレン・バフェットでさえ年間の平均利回りは 15% と言われています。なので 15% 以上の利回りを元本保証でなんてことが仮にできるんだとしたら、その人はウォーレン・バフェット以上に有名になっているはずなんですよね。でも有名になってないんですよね、そういう人たちは。ということは嘘なんですよ。ということでウォーレン・バフェットさんみたいな一部の天才はちょっと置いておいて、私たちのような凡人はこちらのようなリターンが妥当だと考えられています。高配当株投資なら平均で年率約 4%、 インデックス投資なら平均で年率約 6% ですね。これを大きく外れるような、しかも元本保証とか銘打っているような投資信託や投資商品っていうのはかなり怪しいなと思った方がいいです。で、ここまで聞いてあれなんかちょっとおかしいなって思った方もいらっしゃると思うんです。私こちらのような動画を以前出しました。米国債に関する動画ですね。米国債って満期まで持てば元本保証で年利 5% なんじゃないの、米国債も詐欺なのって思った方もいらっしゃると思います。でもですね、米国債にもちゃんとリスクがあるんですよ。2023年10月現在、世界で最も安全な資産と呼ばれている米国債はちゃんと満期まで持てば年利 5% でドルで元本が返ってきます。でもですね、アメリカが破綻すれば元本は返ってこないですし、ドル円の相場が変動すれば損をする可能性も全然あるわけです。そういうリスクがあります。ということで米国債を SBI PI 証券などの真っ当な証券会社で購入することは全く詐欺ではないので安心してください。まあでもですね、正直なところ、リスクは負いたくないけど高いリターンが欲しいと思う気持ちはすごくよくわかるんですよね。でもですね、投資にリスクっていうのはつきものです。なので極端に年率の高い投資でかつ元本保証と謳っている商品っていうのはその時点でかなり怪しいです。特別に公開、未公開といった言葉にも十分に注意してください。投資商品を紹介された時、私たちはそれが有名じゃなかった時に、あれ？有名じゃない投資商品は怪しいんじゃないかなって思ったりしますよね。でもですね、こういった投資する側の心理っていうのを考えて作られた言葉っていうのもあるわけです。それがこの特別に公開、未公開という言葉ですね。すごくいい商品なので、一部の方にしかご紹介していないんですよ。あなたなら安心して買っていただけると思いまして、いかがでしょうか？といった言葉をかけて納得させて売ろうとするんですね。こういった言葉には注意してください。次に最近の手口についてですね。最新の手口3選がこちらですね。役割分担ストーリー、金融庁ですと嘘をつく、被害損失取り戻せますと嘘をつくということですね。順番に解説していきます。まず最初に役割分担ストーリーということなんですけど、これは劇場型詐欺と呼ばれるものです。演劇のように詐欺グループが役割分担をするんです。例えばこんな流れですね。業者 A が冬子ファンド買いませんか？儲かりますよ。満足度 93%。金融庁公認で有名企業も参加。利用者様の資産が1年で5倍にみたいな風に言われるわけです。で、それを見て、ちょっと考えますとか思うわけですよね。儲かりますよって詐欺でよく言われてる言葉だな。怪しいかも。でも資産増やしたいなーって思うわけです。で、そうすると、先ほどの業者とは別の業者 B が出てきます。冬子ファンドについてご存知でしょうか？弊社が高額で買い取りを行っています。っていう風に言われたら、あれ？なんか怪しいって思ってたけど、他の業者が高額で買い取るって言ってるな。結構確実に儲かりそうだし、これ買っちゃおうかな。業者 A さん50万円分買い取ります。よろしくお願いします。って言うと、業者 A が、ご利用ありがとうございます。ということで、購入ができるわけなんですね。で、そして業者 B さんに、冬子ファンドを売りたいんですけどって言うと、業者 B さんから返事が来ないと、あれなんかおかしいなってなるわけです。業者 A さん、先ほど購入した冬子ファンドなんですけど、払い戻しできませんかって言うと、業者 A さんとも連絡が取れなくなってるんですよ。業者 A も B も連絡がつかなくなっていて、購入に使った50万円は自分の手元から消えたという結果になるんです。これが劇場型詐欺で、2つの業者が出てきます。詐欺グループもこっちが詐欺を警戒してるっていうのは理解してるんですよね。その上でストーリーを仕組んで確実に儲かりそうに見せるという巧妙な手口を使ってきます。こちらですね、電話だけではなくてネット上であったりとかパンフレットなどでの勧誘っていうのもありますし、実在する企業名を語って信用を高めたりもされています。ですので、このパンフレットは作りがなんかしっかりしてるし、詐欺じゃないかもとか、有名な企業が書いてあるから信憑性があるのかもっていう考えも危険ですので注意してください。次が金融庁ですって嘘をつくっていうことですね。公的機関装い詐欺というものです。シンプルに嘘をついてますね。先ほどの劇場型詐欺の再現では最初に業者 A がこんなことを言っていました。冬子ファンド買いませんか？儲かりますよ。満足度 93%。金融庁公認で有名企業も参加。利用者様の資産が1年で5倍にっていう風に言ってたんですね。で、これは全部嘘ですっていうことですね。金融庁から認可を受けた投資です。警察からの依頼でとか、金融庁の〇〇部です。といった文言で公的な機関を装うタイプの詐欺っていうのもあります。これについては金融庁のページではっきりと書いてあるんですね。こちらのように金融庁などの職員が金融商品の取引の勧誘を行ったり、被害の調査などを行ったりすることはございませんというふうに書いてあります。こちらの引用元のページは概要欄に貼っておきます。投資の勧誘で金融庁ですと書いてあったら要注意です。で、次が被害損失を取り戻せますと嘘をつくっていうことなんですね。被害損失回復型詐欺というものです。過去に詐欺被害があった方にその損失取り戻せますよと言って近づくんです。先ほど劇場型詐欺にあった方の例で説明しましょう。その方は業者 A も B も連絡がつかない。俺の50万円はどこに行ってしまったんだって絶望するわけですね。投資詐欺返金で検索してみたりするわけです。で、相談してみようと思って何かそういう返金の業者みたいなところに連絡をしてみたりするわけですね。で、そうすると結構丁寧な返事が返ってきたりするわけですよ。詐欺に遭われたのですね。心中をお察しいたします。その損失取り戻せる可能性があります。取り戻せるって聞いたら取り戻したいですよね。で、そうするとこういう風に言われるわけです。ただ手数料が必要になってしまいます。こちらとしても慈善事業ではございませんので、あるいは手数料の代わりにこちらの有料な投資商品を購入していただくことも可能です。みたいな風に言われたりするわけです。ということで、わかりました。よろしくお願いします。手数料支払いますってなると、お金の支払いだけされて、トンズラされるという。またお金なくなっちゃったみたいな、そういうひどいことが今現在起こっています。結局、被害損失は取り戻せなくて、手数料とか実体のない商品を買わされて、さらにお金が減るということになってしまうわけです。これ弱みにつけ込んだ最悪の詐欺ですよね。ということで最後に、投資詐欺を知ることが資産形成につながるっていうことで、投資詐欺には皆様、本当に気をつけてください。秒速で1億円稼ぐ女って肩書き何なんですかね。そして今回紹介した投資詐欺の手口っていうのがこちらですね。まず危険な言葉3選ですね。必ず儲かる、上場確実、元本保証で高配当、特別に紹介、未公開といった売り文句は投資詐欺である可能性が高いです。取引しないことを強くお勧めします。そして最近の投資詐欺の手口3選がこちらですね。役割分担ストーリーと、金融庁ですと嘘をつく、被害損失取り戻しますと嘘をつくっていうことですね。このような勧誘を受けた場合、あるいはすでに詐欺に引っかかってしまったかもしれないという場合には、こちらの対策をしてください。で、こちらについては金融庁のページに書いてあるものですので、もしすでに詐欺に遭ってしまったかもしれないと考えている方もですね、まだ詐欺に遭ってないから自分大丈夫だよって思ってる方もですね、詐欺に遭いそうになったらこういうのをしておいた方がいいんだって覚えておくだけでもちょっと違うと思いますので、この3つですね、まあ別に暗記はしなくていいと思うんですけれども、頭の片隅に入れておいてください。でですね、詐欺に遭っちゃったかもしれないなと思って警察に相談するのってちょっとプライドが傷つくというか、恥ずかしいなって思う方もいらっしゃると思うんですけれども、私は全く恥ずかしいことだとは思いません。警察に相談するのは何も恥ずかしいことではありませんので、もし仮に、いやこれ詐欺じゃないかもしれないな、でも詐欺っぽいんだよなくらいの感じでも多分いいと思うんですよね。そういう場合でも怪しいと思ったらぜひ相談をしてみてください。今回の動画は以上です。参考になった方は高評価、チャンネル登録していただけると私のモチベーションになるので嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。